皆さんこんにちは。そしてお久しぶりです。ようこそトラベルメーカー TV へ。今回は皆さんに報告がありましてこの動画を回しています。なんとこの度私約1年ぶりに海外旅行に行ってきますということで、旅行ではないんですけども、お仕事をしつつ、観光旅行をするっていう、コロナ禍ですごく流行ったワーケーションという言葉があると思うんですけども、今回はそのワーケーションを実際に行いながらいろいろなお仕事をしつつ観光、旅行を楽しむというようなことをしようかなと思っております。で、今回の行き先はですね、前回も行ってきたタイはバンコクに行くんですけれども、ゴールデンウィークをまたいで行くので、ゴールデンウィーク期間中はまだ僕が行ったことのないカンボジアはシェムリアップ、アンコールワットを見に行きたいなというふうに思っております。はい。で、ちなみに行くのは今週すぐなんですけれども、約3週間滞在予定になります。で、今2週間ぐらいはバンコク、そして1週間はシェムリアップ、カンボジアに滞在してきます。飛行機やホテルはすべて予約済みなので、もうあとは荷物の準備を今している段階です。で、今回は初めて乗るキャセパシフィックを利用して香港経由でまずはバンコクに利用します。なのでフルキャリアでの旅行になるので、荷物は普通にスーツケース1個と、あとは登山用のバッグを持っていきたいと思います。はい。ってことですごく楽しみなんですけれども、バンコクはまずは友達の家、コンドミニアムに滞在予定で、こんな場所ですね。プールがあって、そしてジムもあって、すごく中心部にあるコンドミニアムなので、ここに滞在しながらお仕事をします。そしてシェムリアップ、カンボジアはこんな感じのホテルに泊まります。すごく豪華なホテルを今回は予約してみました。で、タイではお仕事もするんですけども、土日であったり、あとはお休みもいただいているので、その時はタイの郊外に行ってアユタヤだったりとか、あとはメクロン市場、あとは水上マーケット、ピンクのガネーシャなど、まだ郊外にあまり足を踏み入れた時のない場所がたくさんあるので、そちらに行っていきたいなというふうに思います。ってことで、これからたくさん旅行動画をアップしていくので、あとはおすすめのレストランだったりとか、そういうのを簡単に動画にまとめていくので、ぜひ楽しみにしていてください。ではトラベルメーカー TV からの報告でした。引き続き動画楽しみに待っててください。それではレッツゴー。